していますね。そりゃそうだよ。だってたくさんの人のこと知れるんだよ。楽しみ。はい。へえ、北海道から来たんだ。すごい遠くから来たんだね。どうしてわざわざ北海道から来たの？なんで私に会いに来たの？そんなに好きなの？ねえねえ、あなたはどうして私のファンなの？不思議？私が？私のどこが不思議なの？ねえねえ、何が不思議なの？わあ、言っちゃった。何が不思議なんだろう。ねえねえ、さっきのファンの人に不思議って言われたんだけどさ、私って不思議？やっぱりそう思うんだ。どの辺が？私からしたらそう言われるのが不思議なんだけどさ。緊張した。自分もです。でもとっても楽しかったです。たくさんのお客さんが武士道のお話をしてくれました。ひなちゃん、初めてのお渡し会はどうだった？うん、すっごい面白かった。みんななんで私のこと好きなのかよくわかんなくてさ、聞いたら変なのとか不思議だからって言われたの。こないだ天文部に見学に来たことを同じこと言われたな。そう、きっとそういうところをひなちゃんの魅力として捉えている人が多いんでしょうね。前向きに捉えていいことだと思うわよ。まあそういうことにしとくか。みんな同じこと言うんだもん。それが私には不思議だよ。お渡し会ってそういうものよ。2部も楽しみましょう。うん、そのつもり。いろんな私じゃない人たちと話すのは楽しいしね。あんなに練習したのに全然活かせなかったよ。イブちゃん、マヤちゃん、ごめんね。謝らないでください。アヤさんの一生懸命な感じ、ファンの方に伝わってると思います。自分もその全然うまく話せなくって。そうだったの？逆にあんまり考えないでパーって喋っちゃった方がいいんじゃないの？ひなちゃんは特殊だって分かっててもやっぱり羨ましい。ま、2部もルッと行こう。